はい、こんばんは、スタミです。今後はね、少しずつ配信外で録画をして YouTube に動画を投稿していこうと思います。ミリオンが出撃しました。普段使っている TF とかオレリオンソルとかジリアンとかを使わないで、一風変わったチャンプの一風変わったビルドを試しながら動画を撮っていこうと思います。第1回目として、まあミッドでフル AP エゼレアルをやっていきます。よろしくお願いします。で、ビルドの進ませ方なんだけどさ、いろいろ迷ったんだけど、まあ普通に涙セラフ初手がいいのかなと思ってるんだよね。 AP だからスキル上げは W の後E を上げて WEQ かな、多分それで問題ないと思う。で、対面は今 OP で話題のカサディンさんですね。もうどんどん殴って、行きましょう行きましょうよしよしよし、幸先はいいな、間違いなく幸先はいいな。ゴスの動画で見たんだよな、このレベル2とかで殺すムーブをさ。 OK、 このやっちゃおうぜ。ハハハハ、よしよしよし、これキャリーコースだぞ。第1回目からかなりいい。で、ビルドはルーデンゼコーと迷ったんだね。実は AP エゼレアルって火力自体は出るんだけど、多分難点を1つ上げるとしたらあれなんだよ、プッシュ力。ルーデンゼコーでプッシュ力をある程度補えたらいいのかなと思ったけど、さすがにこのチャンプルーデンゼコーいっちゃうとマナが熱くなっちゃうから、まあ安牌にセラフでいきます。どんどん。で、ルーンは猫ババです。猫ババでいいのかなって感じもするんだけど、まあまあまあ安牌かなと。ボットと違ってそんなにレーンで発動できるわけじゃないんだけどね。発動するね。まあ W の後に通常当てればな。さあカサディンがアルティメット、そうそうそう、いいじゃないいいじゃない。やば、対戦スキル外した気がする。いいも当てて、よし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 、いいぞいいぞいいぞ。なんか俺よりツイッチの方が育ってるって気になるけどな。俺はフル APS をこのチームメイトに見せてやりたいんだけどね。いいぞ、これオールインしたらワンチャンやれるんだよな。実は待てよ、俺の技量にかかってる。無理かあれもさすがに無理かやったさあ避けていく、アルティメット避けてるね。これいい感じだぞ。レッドワフが強いっつうの。待て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 、バカバカバカ、おっおっ、これ持ってけるか。まあ持ってったな、まあ持ってったな。オッケー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 、ワースワースワース、完全にワース。そろそろね、カサディンがかなりきついからね、シバナがミッドにフォローに来ると思うんだよな。それをツイッチと2人でね、いなしたい。ダブルキルもぎ取ってやりたい。ライダーな、カサディン前に出てこなくなっちゃった。ビルド変わってんだ、カサディン。リッチ面初手。イケイケすぎん？マジか。セラフ完成か。16分でセラフってどうなんだろう、エズって。そんなに早くないのかな。強い強いぞ。9連射すれば多分クールダウン。あ、 GG 終わったし、終わった。はい、さっきの試合はちょっと味方も強くて俺も育ちきって一方的な試合になっちゃったので、もう1試合やります。で、これ嫌な予感すんだよな。これ敵対面やそうじゃねえかな。でももしかしたら多分 W って貫通するよね、あの壁。どうなんだろう、多分すんじゃねえのかな、する気がする。で、今回ルーンとちょっとビルドを変えてみようと思って、ルーンは1回目は猫ババだったんだけど、2回目は水星で来ました。はい、
で、ビルドが、まあ、セラフ、エズにかなりマッチするアイテムではあるんだけど、ちょっとなんせ、物資力があまりにも多すぎて、だから、ルーデンズエコーに行きます。まあ、来るわ。まあ、そりゃ来るわ。ダメージよ、このバースト。ガンク合わせ意外と強いな。野草だけは育てたくないよな。だって敵にウーコンいるからさ、あとヌヌノも一応打ち上げあるし、野草を育たしてしまうとそのまま打ち上がって全員死ぬからね。反転はやっぱり失速していくチャンプだから。準備はいいぜ。ボットなんかきつそうな感じしてるな。味方が倒されました。ここ、いやあ、カメラで映したかった。ウーコンなんぞどうでもよかったよ。完璧だったんだけどな今。あったまってきたぜ。未来なんかに縛られしない。さあツイッチはどこにいんだろうな。これボットいるな。俺走るわそれ。はい、行きます。鳴らしてます。この未来だってバチかったかもしれない。おい、うん、オッケー、まあまあいいわ。ちょっと壁こすったけどね。まあまあいいわ。取れたことには変わりないからな。エズなんて最初からフラッシュ持ってるようなもんだし、いいです別に。いらんす。フラッシュいらんす。あそれ死んじゃうかな。それは死ぬかな。俺助けられないかなそれ。まあなかなかないでしょ。そっからだよ。俺行ってる。うん。はい、ナイス。いいね。これで俺またトップ押すわ。アルティメットがなかなか当たらないな。アルティメットにスイッチに当たったらめっちゃ熱かったんだけどな。ちょっと待機してみっか、ここで。ちょ、ここで待ってみるわ。あいつ来んだろ、どうせ。だが、二人いるな。二人は聞いてないかな。無理かな、二人は無理かもわからん。難しく考えんだって。はい。味方のタワーが破壊。ダメ。クソ出るやんけ。待って、あいつやりてえな。どこ行った？逃げたかこれ。近くいいんだろ。知ってんだよ。どこやスイッチ。お前ダブル当ててやる。行った。ほら。いやー。敵を倒しました。かいもう一回俺の EW 当ててやるよ。 EW あ、W 入ってんねわ。まあいいか、はい、これでここからビルド何しよっかな。ゾニャとか行くの違う気がすんだよな。正解はなんだ。グリッドから離脱します。帽子だ。帽子に行くぞ俺は。こういうのはファームがあったらちょっとこうハラスを。あミニオン越しでも半分減るんだ。なるほど。これ多分単体当てたら大変なことになるな。過去に生きる。おエズノルトとかケイトリンの Q とかってミニオンとかその通過した後のダメージってちょっと下がっちゃうんだよね。それでも今のダメージが出たから単体に当ててみて。あのネズミ一発でほふれるかもわからん。もしかしたらさすがにないか。帽子まで行ったらだな。さてトップで集団戦が始まりそうな予感がする。さすがに下がるかなそれ。なんか突っ込んできてくんねえかな。おわ戦闘の匂い。来い。いいぞ。W は蓄える。W はまだ撃たん、まだ撃たん。こいつには撃たん。こいつには撃たん。まだまだ撃たん。まだ撃たん。
ここいやダボキョーダボキョーフラッシュ EW トリプルキョーカモンカモンカモン惜しいねめっちゃ惜しかったな。俺と戦うだけ無駄だった。うわっ、うわっ、サブリューの、いや、E のダメージやば。ほら待てよ、これ待てよ、どこにいるんだ。スイッチ絶対隠れてるんだろ。あー死ぬか、死ぬかそれ。うわースイッチにウルト打っちゃいたかったな。無理かこれ、ダメ。あああ今の Q が当たっていれば。ああ俺これビルドミスったな。俺はなんていうことをしたんだ。俺なんでこんなものを買ってしまったんだ。バカ。ナイス。やってないか。やってないね。オッケーオッケー。ボイドじゃ。こいつにする。行くぞ。過去を保存する。まずちょっと一発撃ってみたいな。スイッチどこにいた。ここだ。くらえ。やば。やばすぎる。これ待って待って待って、やばいマジで。今ミニオン越しだぞ。ほう。これ多分ヘルス削れてるでしょ敵。怖いよ、怖いよ、そういう入りめっちゃ怖いよ。カーサスイールド、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 スイッチ、スイッチ、ナイスー。ここ、ウーゴンいる。ダブルキャ、ダブルキャ、俺距離取るよ、ナイス、トリプル。敵を倒しました。敵を倒しました。やーべー、APS やばい、 APS やばい。なあ、なるほどなるほど、エルダーいいね。エルダーかー、触ろうとするよな。これは学校じゃ習わなかったろ。理解への、俺は物とか思い出を集めてるんだ。繰り返すことだってある。仕上げこそはよろけてるけど、これ苦しいな結構。ここ、歩いてみた、ここだ。入ってはいる。ナイスナイス、からだよ。視界がない、視界がない、視界がない。マイブリンク W、 どんだけ当たってんのかわかんねえ。だってこれウコン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 、ほらナイス、シャットダウン。ダブルキル。やば、俺これ実質クワドラでしょ。この前未来でも俺はイケてるか調べにタイムアクションだ。苦しい、いろいろと苦しい。ジンが早めに死んじゃうとカーサスまだフルビルドじゃないのか。俺これでフルビルドだね。フルビルド、もう靴も売っちゃうか、もはや。待て待て、あとまん、ワッツエルダ終わったし、ワック。さーてこっからよ、さーてこっからよ。時空間上重要なポイントってんなら話は別だぜ。さあかなり雑な当たりだが、当たってきて、バカ危な、やばこれ、ダメージ出せ。シック。何この終わり方。グッドゲーム GG。 Defeat。 でダメージは 52,034 で1でした。ということで APS レアル、まあ面白かったね。今回はパンテオンに助けられた形にはなったけど、
まあジャングルの補佐を受ければサムライドリフトでしっかり戦えると、まあまあまあ面白かったです。第1回目配信外録画サミジャパンの AP エズリアルでした。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ、じゃあの、バイバイ。